次のトレーニングの内容を考え、この水着変じゃないかな。トレーニングのせいか、少し体がだるい。戦闘機能を持った戦場便座なんてどうかな。内部のいくつかの項目から修理と改善事項を発見。え？修理しちゃダメ？どうして誰も高額迷彩下着を必要としないのだろう。自信作だったのに。